つりもさ、わっちゃんにさ好きとか言うの、好きだなって思ったら言うじゃん、好きって、うん、言うなって言ってくるんだよ最近。じゃなんか例えば、え、本当に1日に1回とかだったらまだ100歩譲っていいわ。100歩も譲らんといかんの。 1日1回好きみたいな、いいな、うちも好きって言われた。違うよマジで、なんか1日にもう、なん、もう違う、すごい短スパンがめっちゃ短いスパンで何回も好きみたいな、しかも何の前触れもなくね、好きみたいな。顔見たら愛おしいなってなるんだもん、まあ、最初は、うん、ありがとうとか、うちもだよって言うけど、こっちもその返すバリエーションがなくなってきて好きって言われたらうなずくだけみたいな。でもやっぱ嬉しいこと言ってもらってるわけだから、うんうん、なんか反応はやっぱしたいんよ、うちからもね、うんうん、けどもう好きって言いなよ、はん、いや好きだけど、そう言うけど、俗に言うバカップルっぽい性格ができない人だから。いいな、うちも言われたい、私なんか好きなんて言われないのに。好きだよ、言えば言うほど言われないみたいな。あ、わかる。でもわっちゃんは半年前にはなんか一回言ったことある、私祭りはめっちゃ好き好き言っちゃうタイプだけど嫌じゃないみたいな。その時はもう全然そんな嬉しい言葉だから嫌なわけなくないとか言ってたのに、最近はその時は全然あんなスパンですマジで、いやうちもその時の好きぐらいの量だったら別に受け入れられたんだけど、尋常じゃない。だって1日の1時間の間に10回ぐらい好き好き言われとったら、わっ、だってだって1時間で10回もやるんだよ、いいじゃん。もうその日あと何時間も過ごすのに、もう1日で 何百回言われたよ。もう言われた、ちょっともう好きって言わんとってっていう日が来ると思わなかった。嬉しいこと言われて、うらやましい。私なんか寂しい好きって言っても誰も返してくれんの。でも琴音は確か祭り、琴音は言ってくれるから言わないかも、逆に。そうかも、なんかさ、天の弱じゃない人って大体、うん、大体ね。でも誰にも言わない、みんな嫌い。好き、祭りは好きだけどねありがとうみんな冷たいの。そんなことないよ、そんなことない。優しい。でわっちゃんは最近冷たい、可愛いも受け入れてくれなくなってきた。わっちゃんは私に可愛いって言ってたよ最近。言うよ、まつりちゃんにも言うよ。うち言われるの嫌なんだよ。じゃあまつりはだからこの前一緒に歩いてた時に好きとか可愛いって言わないでほしいって言うから、わっちゃんと反対の方向いてちっちゃい声で可愛い。何言うの？怖いねえ、怖い。それは怖いでしょ。言ってよ、言ってよ。ダメって言うから反対向かい。なんかね、ほどほどでいいのよ、なんか何でも。いやー、一回の好きが濃い方がいいよ、やっぱり。好きって言われるのに。いや、濃いよ。いや、濃いけど、うん、じゃあ、次も言いなよ。濃くて多い。濃くて多いって、なんか銀河。あ、そういうことね。銀河。はい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 。私メンヘラじゃないもん。ピエンの